んちゃん、ふとあご買いました。ふとあご買ったの？なんかお話し会の時にふとあごだっけな、そう、なんか一発目に見せてくれた人がいました。それを思い出した。ふとあご買い始めたの。可愛がってあげてね。ご機嫌麗しゅう。普通ですかね。マシンガンさん、なんだこれ。唇ありがとうございます。超絶美少女発見。石海さん、だるまありがとうございます。何も言ってない、私。何も言ってない。何も言ってないもん。2匹目？あ、2匹目か。名前は何にするの？次は。ほらほらほら、もう最近まぶたがいい感じ。黙れって感じだけど、すごいね。まつげあげたら私はこうなるタイプ。名前のんちゃんアリアナだって。のんちゃんにする？我が家はあれですね、私の赤払い文字たちはお腹の色で決めました。色がちょっと違うんだよね。それで決めました。そのまつげツンツンしたい。マスカラ4本使ってる。赤払は私が小3ぐらいから買ってます。もう6年の付き合いですね。6年以上か、7年目。今年の夏休み前ぐらいで7年目になります。10年ぐらい生きるんだっけな。10年か15年くらい生きるので、そう、私が20歳ぐらいまで生きます。全然、そう、なんか生命体があれなんです。強い。1ヶ月ご飯食べなくても生きていける。レオパ5、双子に。嘘、レオパ見してよ。レオパ2ですね、我が家は。アカハラってアカデミックハラスメントの略なんだぜ。なんかのハラスメントってこと？あ、そう、生命力だ。中途半端に照れると見てるこっちが恥ずかしいので、ボケ通すことです。じゃあそっちが恥ずかしがってください。 大学生っぽい今日ののんちゃん。私が加入した当時は高校生って言われてさ、高校生になったらさ、大学生っていうの何なの？ 何なのよ。アカデミック、学問のハラスメントなの？そう、だから私みたいな人でも買いやすいのが払い無理です。あと水槽もあれだしね。エアポンプいらないです。あった方がいいのかもしれないけど、金魚とかみたいになきゃダメじゃない。ただ浮島はあった方がいいですね。何？カエルみたいな感じって言ったらいいのかな。なんか水中で過ごすけど陸でも過ごすから、浮島は必要なので、なんだろう、水と接さない場所も必要ですね。あと、そう、赤原の場合ちゃんと蓋がないと脱走しますので、買う方はご注意ください。 それで私一回逃がしちゃってギリ見つけたんだけど、危なかった。なので蓋はちゃんとしましょう。
とね、なんか水の匂いが分かるんだっけ？そう、それでお風呂場行っちゃったりするらしいので、気をつけてください。ムーさん、ハートありがとうございます。私からありがとうございました。もう治った？ 目の周りは。そう、脱走するんですよ。吸盤があるからかな。そう、それでよく我が家の子が登ってますね。逃げたいのかな。ムーさん、ハート100個ありがとうございます。ん？これ私じゃない。怖いんですけど、何この水。 なんだっけ、なんか黄色いやつ、言い方忘れちゃった。まあとりあえずね、かわいいです。そう、なんか翔さんから買って、なんかまあ何気にね、私の周りのお友達はああいう見た目の生物が苦手なので、そう、ええー、って顔されましたけど、可愛いじゃんねって。 エルプーさん、ハートありがとうございます。他のレーンに脱走します。許せんな。エルプーさん、ハート100個ありがとうございます。マシンガンさん、指ハートありがとうございます。なんでこんなハートとか唇とかいっぱいあるの？バレンタインじゃないよ。 なんで？今何のあれ？不思議。よいしょ。なんででしょうね。ねるぽさん、唇ありがとうございます。ね、唇って言い方やだな。なんて言ったらいいの？口ありがとうございます。 もうのんちゃんおめでよってイベントなの。ひねね、口ありがとうございます。あさん、指ハートありがとうございます。リップって言い方すればいいの？リップありがとうございます。ちょっと日本人すぎた。 ミルクチーありがとうございます。ちょっと今いらないですけど、色なくはないんだよ。ただ一回さ、赤いリップとか塗っちゃうとさ、あれよね、ないように見えるよね。チューだってしません、しませんよ。 聞くのか。せーの、ダメだった。雑音でしかない。あー、危ない。多いのかな。おお、当たった。いけたよ。こちらです。遊び。で、これがまだ楽しいお年頃っていうのがね、面白いですね。早く土曜日にしてください。無茶を言うな、まだ火曜日だ。火曜日ですって。
の私はそう、あのお休み寝ないけどのおかげで私は鬼滅を見逃さずに済んだ。ちゃんと見ました。マジね、可愛いと思ってついに出ましたね。あのなんだっけ、鋼塚さんの顔面が。クララの網にペットボトルが立った。なんか違かった、元ネタ分かるんですけど。のんちゃんぐらいの力だったら1年ぐらいしか進められないんですよね。そう、あの一気に1年で、あの1ヶ月とかそういうのは無理なんだ。来週もいもい会やね。そう、もいもい会が楽しみ。かわいいよ、かわいかった。しょうもなだって。ツイッターマーケットさん、ハートありがとうございます。イケメンじゃないの、かわいいの。みんなかイケメンじゃない、かわいいの。むいちろうくんはイケメンなんじゃない、かわいいの。わかる違い、イケメンかかわいいか。女子で言うかわいいか美人か、それの一緒、それの違い。私の中ではのんちゃん一人でスピーチできただって。やだ、したくない、一人でスピーチとか。埼玉ゲタさん、ハート100個ありがとうございます。ニルプーさん、本当のリップありがとうございます。理由は聞かずに慰めてください。どうしたの。ムーさん、どうしたの。あの後半の文章読んでないやつ。どうしたの、何かあったの。可愛いと美人、え、なんだろう。私は友達で、そう、可愛いはああいう顔で、美人はまさにあの顔だよねって言ってた友達と。なんか私の中で可愛いが目がパッチリしてて、なんかふわふわみたいな雰囲気をまとってる人で、美人がちょっとキリッとした感じで、そう感じの何雰囲気まとってる人っていう。無一郎くんは両方ですけど、まあ個人的には可愛いかなと思いますね。鋼塚さんはイケメンでしたね。のんちゃんはどっち、え、わかんない、わかんない。どっちにも該当しない。まあね、そう、そんな感じで、あのさ、こうやってなんで気づかないってやってるあれの時の表情がめっちゃ好きだった。あー、かわいいと思って、全然かわいくないし、なんだけどさ、あの全体的に見たらかわいいと思って、かわいかった。かわいいです。てか、いつになったら私に黒執事を見せてくれるの。あのね、アマプラで見てんだけど、劇場版しか見れないっていうね。1話と1、2話だけ劇場版しか見れない。どうしてですか、なんでですか、私に早く見せてください。え、私鬼滅全部は見れてないんだよね、漫画で。ところどころで見てました、友達とあの交換をしてやってた。そう、私はその一部的に持ってたから、それを貸して、その貸してたこのお家は、あの家族がその後半のやつ買ってたから、私はそれを借りてた。見出したっていうか、結構前に一回見てます。でも全部見れたことがない。シエルくん。え、もうダメだ、あのね、そう、可愛かった。私はアニメだとイケメンよりかは可愛い子が好き。
黒羊じゃない、死よ死。でも私とあれさ、読めなくてさ、どれが一巻かわからないんだよね、漫画。ただのバカ。なんか難しいやつじゃん、さ、おしゃれな時計のさ、1時、2時、3時みたいなさ、文字してるじゃん、一巻、二巻が。わかんないよ、私。難しいね。まあね、そう、見れる日を待ってます。もうすぐまなみくんは誕生日らしい。何日だっけ。むさん、姫ありがとうございます。ギリシャ文字か、あれおしゃれだよね。読めないけど、残念ながら私は。エコバッグだって、あ、渡しましたよ。のんちゃんはイケメンより可愛い子が好き。メモメモ。わかんない、時と場合による。みんなと一緒だよ、みんなと一緒、私も一緒なの、人間だもの。たまに好みは変わる。しふみさん、だるまありがとうございます。なんかね、まなみくん5月29か、あと6日ですかね。行くだ。まなみくん。ね、もうしょうがない。でも今月はもうちょっと苦しいかな。キャピって聞こえる？わかんない。なんででしょう。あれじゃない、推しの話してるから女子が出てるんだよ。そう、推しの話をしてるから多分女子っぽいあれなんだよ。あの、恋バナしてる感覚じゃない。女子が出てます。生姜冷蔵庫にありますって。ねえ、違うよ。そう、キャピキャピしてますね。25なったらやめる。お、もうやめなきゃ。はい。スーパーね、荷物多くなっちゃうから。25でやめます。いや違う、スタッフさんじゃなかった。いや、ん？忘れ物って言われた。忘れ物しちゃったらしい。やっぱそうだよね、推しの話したらキャピキャピしちゃうよね。ねー。しちゃうよね。この前公園でレスくれて嬉しかった。ありがとう。いえ、なんか喜んでもらえて嬉しいです。ありがとうございます。
いや、所長じゃないです。忘れ物が喋ったのか。だって、いや、所長じゃないです。所長じゃない。私、何回所長の顔見てきたと思ってるの？ 所長じゃなかったよ。あれです、もう1年近くやっててさ、いや、所長の顔ってどうなんだとか言ったらやばいよ。やばいって。なんか肌白いね、今日。人間味のある白してる。係長か。だってえ、私でも初期全然意見出てなかったよね、気のせい。まあ、とりあえず来週の月曜日と、嘘、土曜日と日曜日の夜が楽しみです。山田くーん。 漫画がいい感じだよ、今。山田くんはなんでみんな読んでくれないんだい。全部無料で読めるのに、ガンマで読めるのに、どうしてだい。 19時からです。そう、一時期少なかったよね。なんか、そう、漫画が、なんだっけ、2週間に1回出るんですけど、そう。なんか前回のあれが出た時に、次回は山田がみたいなやつが出てきて、何が起きたんだろうと思ったら、うおーみたいな。 そう、なんかあれだったから、ちょうど何日だっけな、更新で電車で読んでたら、そう、あらまあと思って、可愛かった。山田の人間味が出てきた、やっぱ。初期に比べたら、アニメもだんだん出てきましたね。山田くん、座布団持ってきて。そっか、山田さんか。漫画で山田くんって言われても、ドカベン？何のやつだ？山田くん見ようと思っても配信終わると忘れてる。メモっときなさい、もう顔に。山だって。計算始めまして。まあ、そんな感じでね、可愛かったです。山田くんのは私、推しは作れない。全員好き、全員好きです。だから決まんないですね、推しが。これが本当の推しが決まんないってやつかってすごい思う。推しの子は友達に勧められて見ました。言ったっけ？1話の長さにびっくりした。1時間半でしょ？ループしてる？そう、いつもループしちゃう場所なんですけど。 さて、あなちゃん DD なのか。いや、でも基本私 DD になることはないですね。そう、なんかめっちゃ内容情報量多くねと思って。 1話でさ、ネタバレしちゃったらごめんね。ね、そのいなくなっちゃう人が出るってさ、コナンやんと思って。 そう、びっくりしてる。DD 楽しいけどさ、
お財布つらくない？ でもね、推しの子はアクアが好きですね。ぽくない？え、呼びました？呼んでないです。呼んでないです。DD はつらいなよ、だって。これがね。のんちゃんの話聞いてみた気になるって。ならないでください。DD なんではないです。TD です。とっても素敵な、なんだっけ？なんか言ってたよね。なんだっけ？ TD って。特別、なんだっけ？ 忘れちゃった。財布は氷河期突入。もう私常にそれですね。今日はザ女の子っぽい女子です。わーい。 特別大好きか。特別大好きはいないかも。MD はかみんな大好き？それって DD と変わらなくない意味。みんな大好きって意味で MD。 難しいね。のんちゃん女の子だったのか。だって次会った時覚えておきなさいよ。次会った時覚えておきなさいよ。ちょっと女子、ちょっと男子、雑巾ちゃんとやって、掃除ちゃんとして、ほらサボらない。そういう女子はいませんでしたね、私の身近には。 なんなら私がサボってた時もありました。 いや、ちゃんとやるんだよ。ちゃんとやってたんだけど、一時期周りがひどすぎて。 そう、私だけやってる時もあれば、もう全員やってないみたいな、もう私がやらなければ全員やってない状態の時もありましたね。まあ私は簡単な窓拭きだったんですけどね。クジラさん、ハートありがとうございます。のんちゃんは劇場でマイク絞ってるので雑巾は絞りません。でも最近絞ってなくない？絞ってる？だとしたら無意識だわ。クジラさん、ハート100個ありがとうございます。でも一時期本当にさ、マイクこうやってたよね。なんか自覚あったもん、だんだん。いや、学級崩壊してたんじゃなくて、同じ掃除の場所だった人たちが陽キャすぎた。 なんかもうクラスの中心でーすみたいな人たちで、マイク絞り、そう、最近やってない。私、絞ったとしても、なんか上の方を開けちゃう。あってなって、キュッて閉めてる時はあるけど。あ、時間が。よし、ランキングやめます。13位、キラさん。キラさん、ありがとうございます。12位が、クジラさん。クジラさん、ありがとうございます。11位が、天野さん。天野さん、ありがとうございます。10位がジワニさん。ジワニさん、ありがとうございます。9位がタンさん。タンさん、ありがとうございます。8位が中地さん。中地さん、ありがとうございます。7位が小賀健さん。小賀健さん、ありがとうございます。6位がアサン。アサン、ありがとうございます。5位がベベモンさん。ベベモンさん、ありがとうございます。4位がケネスさん。ケネスさん、ありがとうございます。3位がムーさん。ムーさん、ありがとうございます。
2位がネルプーさん、ネルプーさんありがとうございます。そして1位がマシンガンさん、マシンガンさんありがとうございます。ありがとうございました。というわけで終わろうと思います。この後はいいな研究所です。見てね。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください。